ボカジュニアーズはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスのラボカ地区を本拠地とするサッカークラブである。その他にバスケットボール、フットサル、武道、レスリング、バレーボール、体操、水泳、重量上げの競技チームを所有している。ジュニアーズの子はクラブ名に英語風の趣きを付加するために加えられたものであり、ジュニアというスペイン語はない。アルゼンチンで 最も成功を収めたサッカークラブの一つであり、主要大会で48のタイトルを獲得している。国際タイトル数は AC ミランと並んで世界最多であるが、南米サッカー連盟設立前のアマチュア時代には、さらに2個の国際タイトルを獲得している。18個の内訳は、コパリベルタドーレスで6個、レコパスダメリカーナで4個、インターコンチネンタルカップで3個、 コパスダメリカーナで2個、コパデオロで1個、スーペルコパスダメリカーナで1個、スーペルコパマステルスで1個である。また、南米サッカー連盟主催大会の3冠を達成したことのある8クラブの一つである。国際サッカー歴史統計連盟によるクラブ世界ランキングでは6度1位に輝いており、そのほとんどをカルロス・ビアンチ監督下で記録した。 イフスは21世紀最初の10年間の南米最優秀クラブにボカを選出している。同じブエノスアイレスを本拠地とする CA、リーベルプレートとは激しいライバル関係にある。アルゼンチン国内で最も人気のある両者の対戦はスーペルクラシコと呼ばれ、世界で最も熱いダービーマッチの一つである。 ホームスタジアムのエスタディオアルベルト J アルマンドはラ・ボンボネーラという通称で知られている。トップチームとリザーブチームが年齢制限のないプロ契約であり、アマチュア契約のサードチームも存在する。20歳から14歳までの選手は6つに分けられた年齢別のカテゴリーに所属し、さらに13歳から6歳までの選手は7つのカテゴリーに分けられたクルブパルケという下部組織に所属している。 1906年撮影。ボカジュニアーズの最古の集合写真1905年4月3日、ラボカ地区に住むイタリアジェノバ出身移民の5人の若者たちがフットボールクラブを作ることの話し合いのために、後にボカの初代会長となるエステバン・バグリエットの家に集まった。数時間、5人で会議をしていると、バグリエットの父親がこの5人を家から追い出した。 追い出された5人は仕方なくソリス広場に行って、なおもこの企画の話し合いを続けた。そして、名前を、ボカの若者たちという意味のボカジュニアーズとすることにした。今日では、この1905年4月3日のソリス広場が、ボカジュニアーズが誕生した日付と場所となっている。チーム名に英語名を付けることは、ボカジュニアーズが誕生した時代では、ありふれたことだった。記念すべき。 チームの初試合は1905年4月21日で対戦相手はクルブマリアノモルノというチームでボカは白色と黒色の縦縞のユニフォームでのぞみ4から0で勝利した。1907年時点ではボカジュニアーズは青色のシャツと白色のパンツのユニフォームを使用していた。ある時ブエノスアイレスのアルマグロ地区から来たチームと試合をする際、 そのチームがボカと同じ配色でよく似たユニフォームを着用していた。そして両チームは話し合いをして、試合をして負けた方は、現在のユニフォーム仕様を止めるという決闘試合をすることにした。この試合にボカは負けてしまったため、新しいデザインのユニフォームを決めなくてはいけなくなった。そして、公安労働者で、クラブ会長のフアンブリチェットが、明日の朝に、 ボカの港に最初にやってきた船のカラーを新ユニフォームの色にすることを決めた。翌朝一番に訪れた船舶はスウェーデンの船で青色と黄色の国旗をなびかせていた。その結果、ボカジュニアーズは青色と黄色を新しいチームカラーにすることに決めた。そして新ユニフォームは青色のシャツに黄色のタスキ掛けのデザインに決めた。 このユニフォームは1912年まで使用された。翌1913年、ボカはユニフォームのデザインを変更することを決定した。新ユニフォームは青色のシャツに黄色の太い横縞が一本入ったデザインにすることを決めた。こうしておなじみのボカのユニフォームが誕生した。このデザインは21世紀の現在に至っても変わっていない。 1919年シーズン、クラブ史上初のリーグ優勝をした、ボカジュニアーズのメンバーボカは1908年から、アルゼンチンフットボール連盟のアマチュアリーグ2部に参加して、本格的に公式リーグ戦を戦い始めた。そして5年後の1913年に、悲願の一部昇格を果たした。この1913年シーズン、第11節でボカは、 C.A. リーベルプレートと初対戦した。これは後にスーペルクラシコとまで呼ばれるライバル関係の幕開けの試合となった。この試合でボカは1対2で敗北した。6年後の1919 19年シーズン、ボカは初のリーグ優勝を遂げた。クラブ創設14年目で悲願の優勝を果たした。しかし、このシーズンはアルゼンチンフットボール界に大事件が起きたために、 多くの試合が無効試合となり、ボカは公式のチャンピオンではあるが、結局8試合しか試合をせずに初優勝したことになっている。1919年シーズン中にアルゼンチンフットボール協会が一部のクラブがアマチュアが参加条件であるのに選手に影で給料を支払っていたことを知った。そのため、協会はそれらのクラブのリリーグ参加を禁止した。しかし、 禁止されたクラブは独自に新リーグを創設することを表明して多くのクラブは新リーグの方へ移ってしまった。ビッグ5の他の4チーム CA リーベルプレーと CA インデペンディエンテ、ラシンクルブ、CA3、ロレンソデアルマグロはすべて新リーグ側へ移った。しかし、ボカはそのままアルゼチンフットボール協会のリーグに残る決断をした。その結果、 従来のリーグにはたった6チームしか残らなかった。なおかつ、アルゼンチンフットボール協会は、リーグ分裂までに行われた数多くの試合はすべて無効という決定をした。そのためリーグ分裂後、9月末から残った6チームにより8試合戦うという変則的なリーグ戦が行われた。ボカは、この8試合を8連勝して優勝となった。 ボカのクラブ史上初優勝はとても珍しい形の優勝となった。この初優勝のチームにはブレオ・カロミーのアルフレッド・マルティン、パブロ・ボッソなどがいた。翌1920年シーズンからアルゼンチンフットボール協会は一部リーグのチーム数があまりにも少ないので徐々に参加クラブ数を増やすことを決定した。しかし、二部にいるチームを格上げして一部に参加させただけなので、 実態は一部リーグに弱いチームが新たに数多く加わっただけであった。その結果、ボカはかなり格下のチームとばかり対戦することになり1920年シーズンにも簡単に優勝して連覇を達成した。その後、2年間優勝を逃したが、ボカは再び1923年、1924年シーズンにも優勝して2度目の連覇を達成した。 このように他の競合クラブが全て新リーグの方に移ってしまったために、ボカは簡単に優勝を重ねた。そして、ボカは弱いチームと数多く対戦することになったので、1925年4月26日から1927年6月26日の間、3年以上という長期間にわたり、無敗を続けた。この結果、ボカは59試合無敗という、 驚くべき無敗記録も作った。そして1927年に分裂していたリーグが統合されることになった。名称はアソスヤソンアマチュアズアージェンティーナでフットボールとなった。3年後の1930年シーズン、この統合されたリーグでアルゼンチンフットボールの最後の国内一部アマチュアリーグ戦が行われた。この最後のシーズンでボカは優勝を成し遂げた。 これによりボカはアマチュア時代、計6度の優勝でアマチュアチームとしての活動を終えた。1931年、プロリーグ誕生元年に優勝をしたボカジュニアーズ。前列右一人目が花井寛一1931年、アルゼンチンにプロリーグが誕生した。その記念すべき最初のシーズンにボカジュニアーズは優勝を果たした。この時のメンバーには、 ロベルト・チェロ、ドミンゴ・タラスコに、フランシスコ・バラージョ、ペドロ・スワレスなどがいた。1934年シーズン、ボランチの名手、エルネスト・ラザッティがデビューした。そしてこの年、ボカは3年振りの優勝を果たした。このチームのメンバーは前回優勝したメンバーと、ほとんど変わらなかった。チェロ、バラージョなどが、主力選手として活躍した。 翌1935年シーズンにもボカは優勝を果たし、1934年、1935年と連覇を達成した。この2連覇したメンバーにはチェロ、バラージョ、ラザッティの他に、デリフィン・ベニテス・カセレス、フアニ・ウストリチなどがいた。またこの1930年代にボカ・ジュニアーズには、専属トレーナーとして、日本人の花井観一が加わっていた。 花井はサポーターに愛され試合前の集合写真に選手と共に加わるほど人気を得ていた。1940年5月25日、新スタジアムラ・ボンボネーラが小ラ落としとなり、ボカと c a んロレンソ・デアルマグロによる記念試合が行われた。そして、この1940年シーズン、ボカは優勝を果たした。この時のメンバーには、ハイメ・サルランが、ラザッティ、 フアンエストラーダなどがいた。1941年から1942年にかけてライバルの CA リーベルプレートがラ・マキナと呼ばれる圧倒的な攻撃陣を要していたことでボカは苦敗を舐めていた。しかし、1943年、アルフレッド・ガルシーニが監督に就任した。そして、ウルグアイ人フォワードのセベリーノ・バレラが入団して活躍した。 すると1943年シーズン、ボカは最終節でリーベルの追走をかわして優勝を成し遂げた。翌1944年シーズン、ボカは26試合無敗記録というプロ開向のリーグ新記録を樹立して、そしてまたしても最終節でリーベルの追走をかわして優勝を果たした。これでボカは1943年、1944年と2連覇を達成した。 このチームは、ラ・マキナを要する強いリーベルプレートを破りに連覇を達成したので、クラブ史上最強チームの一つとされている。このチームのメンバーには、バレラ、サルランガ、ラザッティの他に、マリオ・ボジェ、ピオ・コルクエラ、ナタリオ・ペシア、カルロス・ソサなどがいた。しかし、1940年代後半は再び、リーベルプレートが、アルフレッド・ディ・ステファノ、 アマデオ・カリーソ、ネストル・ロッシなど偉大な選手がデビューしたので盛り返し、ボカは1945年、1946年、1947年と3年連続で2位に終わった。そして1949年シーズンは18、チーム中、15位と低迷してもう少しで一部二部の入れ替え戦プレイオフに回るという危機に瀕した。1954年シーズン、 ボカは9年間もの無冠が続いた後に、念願の優勝を果たした。ホセボレージョは19得点を挙げて、得点王となり、優勝に大きく貢献した。また、ゴールキーパーのフリオムシメッシュの活躍が光った。このチームには、その他に、エリセオ、モドリーニョ、ペシア、フアンコルマンなどがいた。1958年シーズン、ボカは、 オズバルドナルディエッロラ攻撃陣が活躍して優勝への期待がかかった。この年のチームはリーグ最多得点チームだった。しかし、ラシンとの優勝を争いに敗れて勝ち点3差の2位で終わった。結局1950年代、ボカは一度の優勝のみで終わった。その一方、宿敵リーベルは3連覇を含む計5度の優勝を果たして黄金時代を作り、 ボカはリーベルに圧倒された。1962年シーズン、ボカは歴史に残る劇的な展開を経て8年ぶりとなる優勝を成し遂げた。残り2試合で、ボカとリーベルは勝ち点で並んでいた。その状況でボカはホームにリーベルを迎えて直接対決をすることになった。優勝に関わる重要な局面でスーペルクラシコをすることになった。この試合、 前半14分にボカが PK を得た。それをバレンティンが決めた。このままボカが1点リードして、試合はずっと進んだ。そして試合の懲り時間6分となった時に、リーベルに PK が与えられた。そして、ボカのゴールキーパー、アントニオ・ローマが、リーベルのデレムの PK のシュートを止めて、この危機を免れた。試合はこのまま1から0で終了して、ボカの勝利で終わった。 ボカは勝ち点で2ポイント、リーベルを上回り単独主位となった。そして、最終節にもボカは勝利して、宿敵リーベルを振り切って優勝を果たした。この1962年のチームには、ローマの他に、パウロ・バレンティン、アントニオ・ラティン、シルビオ・マルソリーに、カルメロ・シメオネなどがいた。1963年、ボカはコパリ・ベルタドーレスに初参加した。 そして決勝まで進んだがペレを要するサントス FC に敗北した。ボカは1964年、1965年と連覇を達成した。この連覇のメンバーの顔ぶれはアンヘル・クレメンテイロハスとアルフレッドロハスが攻撃陣に加わった以外は1962年優勝した時のメンバーからあまり変わりはなかった。1964年シーズンはプレー内容が良くなく、 攻撃陣が不調であったがローマが742分間連続無失点という記録を作った。ボカのシーズン通しての失点はわずか15失点で守備陣の活躍が目立ち優勝を果たした。そして翌1965年シーズンはリーベルと接戦となったが勝ち点1差でかわして最終節で優勝を決め手に連覇を達成した。国際舞台ではボカは1965年 1966年と2年、続けて、コパリベルタドーレスに参加した。ボカは1965年は準決勝まで、勝ち進んだがインデペンリエンテと対戦して敗れた。1966年は準決勝リーグまで、勝ち進んだが、リーベルプレートと、そしてまたしてもインデペンリエンテに負けて敗退した。1968年6月23日、 メトロポリターの交流戦グループ第17節、スーペルクラシコとなったエルモヌメンタルでのリーベル対ボカの試合で、試合終了後に将棋倒しが起きて、ボカのサポーター71人が死亡するという大惨事が起きた。この事件はアルゼンチンリーグの歴史の中で最悪のスタジアム事故で12番ゲートの悲劇と呼ばれている。1969年ラシオナルに優勝した。 ボカジュニアーズのメンバー1969年シーズン、ボカの監督に、リーベルの元名選手のアルフレッド・ディステファノが就任した。ライバルチームの元大スターが監督に就任するという、非常に珍しいことが起きた。そして1969年メトロポターノでは、アントニオ・ローマが再びリーグ新記録となる782分間、無失点期というゴールキーパーの無失点記録を作って、 大活躍した。しかし、ボカは準決勝ラウンドで敗退した。しかし、同1969年のコパアルヘンティーナでは、決勝で CA、アトランタを破って優勝した。そして、同1969年、ナショナルの時に、ここ数年、ボカの守備陣のパフォーマンスは素晴らしかったがナショナルでは、低調であった。そこで、ティステファの監督は、 名手ローマを先発から外すという大胆な決断をした。そして、ルーベン・サンチェスを代わりに起用した。他にも先発に、ラモン・ポンセ、イグナシオ・ペーニャなどを思い切って起用した。するとボカは12試合無敗を達成して校長に首位を走った。そして残り1試合となった状況で2位リーベルと、勝ち点差は2ポイントであった。そして、 最終節にくしくもアウェーのエルモヌメンタルでリーベルと優勝をかけた直接対決をする展開となった。ボカはこのスーペルクラシコを2から2で引き分けて逃げ切り優勝を果たした。ノルベルとマドゥルガが2得点を挙げる活躍をした。最大のライバルの本拠地で優勝を決めるというボカに、とって歴史に残る痛快な一戦となった。この1969年シーズンは、 コパ・アルヘンティナとナショナルに優勝をして2冠を達成した。このチームには、ローマ、アンヘル・ロハス、マルソリーニ、マドゥルガの他に、ルーベンス・ニエ、フリオ・メレンデスなどがいた。1960年代、ボカは、リーベルとの熾烈な優勝争いとなったシーズンはすべて、制して優勝した。1960年代に、ボカに敗れて、優勝を逃し続けた結果、 ディーベルは17年間無冠という暗黒時代を過ごすことになった。1970年シーズン、ボカはナショナルの決勝戦で CA ロサリオセントラルを2から1で下して優勝した。これにより1969年、1970年とナショナルに連覇を達成した。しかしその数年後、アンヘル・ロハス、マルソリーにローマラ主力が対談や引退をしたために、 再び優勝するのに5年の歳月を費やした。また1971年3月17日、コパリベルタドーレスの試合でボカは、ペルーのスポルディングクリスタルと対戦した際、試合終了間際に乱闘となり、双方を合わせて19、選手が退場となり、無効試合となるという歴史的、大乱闘事件を起こした。1971年シーズン、ボカで、 最多出場試合記録を作るロベルト・モーソがデビューした。1976年にワールドカップでアルゼンチン代表を2大会指揮した経験を持つ名称ファンカルロス・ロレンソが監督に就任した。そして新監督就任に伴いチームの大刷新が行われた。エルネスト・マストランヘロ、ウーゴ・ガティ、フランシスコサ、カルロス・ベグリオ、マリオ・サナブリア、 コルフェリボルシなど多くの選手が入団した。そして、ルーベンスニエも古巣であるボカに復帰した。そしてこの影響を受けて、チームのエースであったオズバルド・ポテンテは退団することになった。この後、ポテンテに代わり、サナブリアが司令塔として定着して行った。ロレンソ監督は、就任1年目から優秀なチームを作り、ボカは1976年メトロポリターノの 優勝決定リーグを全11試合無敗で終えて5年ぶりの優勝を果たした。さらに同年なシオナルでも好調が続き、決勝戦まで勝ち進んだ。そして、決勝の対戦相手はリーベルプレートで、決勝戦でスーペルクラシコが行われることとなった。そして、この試合の後半27分、ボカはフリーキックを得た。この FK の時に、スニエは、 リーベルのゴールキーパーのウバルドフィジョールが仲間に壁を作る指示を出している隙を突きいきなりシュートを打って得点した。これが決勝点となりボカは1-0で勝利してナショナル優勝を果たした。この特別な決勝戦で決めたゴールはボカの歴史上で最も重要なゴールの一つとされている。この優勝によりボカは1976年シーズンメトロポリターの ナショナルで2期連続優勝をして2冠を達成した。1977年シーズン、ボカはコパリベルタドーレスで決勝まで勝ち進み、ブラジルのクルゼーロイーシーと対戦した。第1戦、第2戦、両チームともにホームゲームで1から0で勝利した。このため、第3戦プレイオフが中立地、ウルグアイのエスタディオセンテナリオで行われた。 この試合は延長戦を戦っても0から0で、決着がつかずペナルティキック戦に突入した。この PK 戦でゴールキーパーの楽器が活躍して、ボカはクラブ史上初の南米王者に輝いた。翌1978年の3月21日と8月1日、ボカは南米代表として世界一の座をかけてインターコンチネンタルカップを戦った。 この大会が開催される前、1977年シーズン、欧州チャンピオンズカップ優勝チームのリバプール FC は出場自体を表明していた。そのため、準優勝チームのボルシア・メンヒエングラートバッハが代わりに欧州代表として大会に参加することになった。ボカは第一戦、ホームで2から2でボルシア・メンヒエングラートバッハと引き分けてしまった。5ヶ月後、 第2戦がドイツで行われた。アウェーの試合なので、ボカの劣勢が予想されたが、それを覆し3から0で対象して、ボルシア・メンヒエングラーとは不破を下した。この優勝によりボカは、初の世界王者に輝いた。1978年シーズン、ボカは、コパリベルタ・トーレスで、再び決勝まで勝ち進み、コロンビアのデポルティ・ボカリと対戦した。ボカは、 1> 第1戦のアウェーゲームは0から0で引き分け、第2戦はボンボネーラで4から0と圧勝してデポルティー・ボカリを下した。この結果、ボカは大会2連覇を達成した。しかし、同年のコパ・インテラ・メリカーナではメキシコのクルブ・アメリカに敗れた。そして1978年シーズンのインターコンチネンタルカップは開催前に欧州2連覇を達成して、 この年も欧州代表チームであったリバプール FC が昨年に引き続き出場自体を表明した。その結果、この年は準優勝チームが代わりに参加することもなく、結局、世界一を決める大会は開催中止となった。1979年シーズン、ボカは3年連続でコパリベルタドーレス決勝に進出し、オリンピア・アスンシオンと対戦した。しかし、ボカは、 第一戦、アウェーで0から2でオリンピアに敗北した。第二戦、ホームゲームは0から0の引き分けで終了した。2試合合合計、0勝1敗でボカはオリンピアに敗北した。ボカの南米3連覇の挑戦は、失敗に終わった。1979年シーズン限りで、ロレンソ監督は退任した。わずか3シーズンの間に、ロレンソ監督は、 リーグ優勝2度国際タイトルを3つ獲得した。彼は、ボカの歴史に黄金時代を築いた。この1970年代後半の黄金時代に活躍した選手は、ガッティ、スニエ、マストランヘーロ、モウソ、サナブリアの他に、ダリオ・フェルマン、アルベルト・タランティーニ、ビセンテ・ペルニア、ウーゴ・ペロッティ、ホルヘホセ・セベニテスなどがいた。1970年代、ボカは、 国内リーグの優勝回数は少なかったが、国際舞台で大成功を収めた。1981年シーズン、シルビオ・マルソリーニが監督に就任した。そして、AA アルヘンティノス・ジュニアーズから、フットボールの歴史上最高のスーパースターの一人、ディエゴ・マラドーナが、ボカ・ジュニアーズに入団した。他に、ミゲル・ブリンリィシオスバルド・サルバドル・エスクネロ、マルセロ・トロ、ップ、 ピアーニラも入団した。そして、マラドーナは、期待通りの活躍をして、ボカは1981年メトロポリターノに、優勝した。5年ぶりの国内リーグ優勝であった。しかし、翌1982年5月に、マラドーナは、FC バルセロナに、フットボール史上最高額の遺跡金で遺跡をしたため、わずか1シーズンのみの在籍でチームを去った。 マラドーナ離脱に加え、この2年後の1984年、ボカは財政危機を迎え破産寸前に陥る問題を抱えた。その結果、ボカは長い低迷を始めた。翌1985年には、この苦しい財政事情のために、ボカの中心選手がライバルのリーベルへ移籍するという事件が起きた。下部組織出身のアイドル、 オスカルルジェリトリ・カルド・ガレカがリーベルへ移籍することになった。この移籍は、ボカの選手2名と、金銭プラス、フリオ・オラルティコ・エチアとカルロス・ダニエル・タッピアのリーベルのに、選手を交換するというトレードの形で行われた。この移籍に関して、ボカの一部のサポーターは憤慨した。このように、主力選手が流出してしまう状況に陥ったため、ボカは優勝から遠ざかった。 結局1980年代、ボカは国内リーグの優勝は1981年の一度のみで終わり、その後は無冠に終わった。これとは対照的に1986年に宿敵リーベルが初の世界チャンピオンに輝くという出来事が起こり、ボカサポーターにとっては非常に辛い時期が続いた。しかし、ボカは1980年代後半に、 財政問題がようやく正常化して資金に余裕が、できると、カルロスモントーホセクシューホ、ブラス・ジュンタ、クラウディオ・マランゴー不フアン・シモンなど優れた選手を獲得した。またこの頃、下部組織出身のディエゴ・ラトーレ、ディエゴ・ソニョー・ララ若手が頭角を表した。その結果、ボカのチーム力は上がり1988から89、シーズンは2位となった。 そして1989年のスーペルコッパ、スダメリカーナに参加して、ボカは決勝に進出して、インデペンディエンテを下して優勝した。これは11年ぶりの国際タイトル獲得だった。1990年3月、ボカは、レコパスダメリカーナで、アトレティコナショナルと対戦して勝利し、優勝した。1980年代末に移籍してきたモントやクシュホ、ジュンタ、 シモンとハエ抜きのラトーレ、ソニョーララが主力となり新しいチームが出来上がり、ボカは2つの国際タイトルを獲得した。そして9月にガブリエル・バティストゥータが入団すると、さらにチーム力が増した。そしてこれに加え1991年シーズン、名称オスカル・タバレスが、ボカの監督に就任した。すると1990から91年シーズン、後期は、 バティス・トゥータとラトーレが素晴らしい2トップのパフォーマンスを見せて全19試合無敗を記録して1位となった。この1990から91シーズン後期は攻撃陣のみならず守備陣が19試合でわずか6失点という際立った成績を残した。この1991年はリーグ方式の移行年で全後期でそれぞれ1位になったチーム同士によるプレーオフ戦の勝者のみに タイトルが授与されるという大会規定であった。そのため、ボカは国内リーグ優勝の称号をかけて、前期優勝チームのニューウェルズ・オールド・ボーイズと優勝決定戦を行うことになった。しかし、バティストゥータとラトーレの2トップはすでに欧州遺跡が決まり契約上の問題で、このプレイオフに出場できなかった。FW2 人をいたボカは、その穴を埋めることができず、 ニューウェルズに敗北して優勝を逃した。ボカは1991の92年シーズンはコパリベルタドーレスでも準決勝まで勝ち進んだが、チリの CSD コロコロに敗北した。翌1992から93シーズン、アルベルト・マルシコとセルヒオ・ダニエル・マルティネス、カルロス・ダニエル・タピア、カルロス・マカリステルンが入団した。このシーズンは、司令塔、 マルシコとロベルト・カバニャスの攻撃陣は活躍した。一方、守備陣では、ゴールキーパーのモントーヤが824分間、無失点というアルゼンチンリーグの新記録を受立する、大活躍を見せた。彼らの活躍などがあり、ボカは1981年以来の実に11年ぶりとなる久しぶりの国内リーグ優勝を果たした。これで、低迷期を脱するかと思われたが、この優勝後、 ボカは再び停滞して、もがき苦しむ状態になった。1995から96シーズン前期、ディエゴ・マラドーナが14年ぶりに、フルス・ボカに復帰した。マラドーナは、自ら優秀な選手を勧誘して、クラウディオ・カニーヒア、キリゴン・サレス、ディエゴ・カーニャなど名手を入団させた。そして14年前と同じシルビオ・マルソリーニ監督が、チームを指揮した。 ボカは残り5試合で2位と勝ち点6差をつけて、首位を走っていて、多くの人が、ボカ優勝で決まりだと予想していた。しかしボカは、この後、失速してしまい、優勝を逃した。ボカは、リーグ終盤で、CA、ベレスサルスフィールドに逆転されて、結局4位でシーズンを終えた。1995から96シーズン後期、カルラスビラルドが監督に就任した。 さらにフアンセバスティアン・ベロンが入団した。このシーズンもボカは優勝争いを演じた。第16節終了時点で1位のベレスとわずか勝ち点1差の4位につけていた。まだ優勝の可能性が残っていた。しかし、1996年8月7日の第17節アウェイのラシンクレブ戦でマラドーナがペナルティキックを失敗した。その後、ボカは 失点して0から1で、羅針に敗北してしまった。この敗戦によりボカは優勝の可能性がなくなった。結局、ボカは5位でシーズンを終えた。1996から97シーズン前期、名手ホセ・バスアルドが入団した。そしてディエゴ・ラトーレがフルスであるボカに復帰した。しかし成績はさらに落ちて10位で終了して、ビラルドは退任した。 1997から98シーズン前期、後に、クラブ史上最多得点記録を受立する、マルティン・パレルモが入団した。他に、ギジェルモ・バロス・ケロット、ノルベルト・ソラーノ、ホルヘ・ベルムーデス、オスカル・コルドバが入団した。そして、マラドーナもチームに復帰した。しかし、1997年10月25日の、リーグ戦、第10節。 アウェーの CA リーベルプレート戦に先発したマラドーナは前半終了をした時点で交代を申し出てリケルメと交代してピッチを去った。この交代後、ボカは2-1で逆転勝利した。そして、この試合を最後にマラドーナはボカの試合に出場することはなく、このスーペルクラシコが天才ディエゴ・マラドーナの公式戦引退試合となった。この試合の5日後、マラドーナは 自身の37歳の誕生日、1997年10月30日に、フットボール選手を引退することを発表した。このシーズン中、司令塔マラドーナが突然引退して、チーム離脱するという事件があったが、最終的にボカは2位という好成績に終わった。しかし1997から98シーズン、後期は8位となりまたしても期待外れに終わった。天才、 マラドーナ、カニーヒアというスター選手や他に優秀な選手を大量補強して、さらにビラルドという名監督が指揮を取って挑んでもボカは優勝することができなかった。逆に宿敵リーベルが1996年から1997年にかけてアルゼンチンリーグで16年ぶりの3連覇という偉業を達成したので、ボカサポーターが受けたショックは甚大であった。 そのような状況下で、1998から99シーズン前期に、カルロス・ビアンチが新監督に就任した。そしてマウリシオ・セルナが入団した。ビアンチはリケルメを司令塔に定着させて、新加入のセルナをボランチに置いた。そして2トップにパレルモとバロスケロットを起用した。その結果、ボカは19試合を13勝6分ける F 敗の成績で無敗優勝を達成した。 6年振りの優勝だった。パレルモは20得点を挙げる活躍をして、得点王に輝き、南米年間最優秀選手賞も受賞した。スター選手がいなくなった後に、ほぼ現有の戦力で、圧倒的な強さで優勝したのでこの優勝はサポーターを驚かせた。続く1998から99シーズン後期、ボカは好調を維持して、連覇を達成した。 1990年代、ボカジュニアーズは補強を重ねてもうまくいかない苦しいシーズンを6年過ごしたが、最後に2連覇を達成して20世紀を終えた。2000年代に入ってもビアンチに率いられたこのチームは好調を維持した。ボカは2000年のコパリベルタドーレスに参加して、準々決勝で宿敵リーベルプレートを倒すと決勝まで勝ち進んだ。 決勝戦はイーパルメイラスと対戦した。ボカは第1戦をホームで2から2と引き分けてしまったが、第2戦のアウェーゲームを耐えて0から0で引き分けた。そして大会規定によりペナルティキック戦が行われた。ボカはこの PK 戦に勝利してパルメイラスを倒して22年ぶり3回目の南米王者となった。そして二千年十一月十八日、 東京で、ボカは、欧州王者レアルマドリードと、世界一の座をかけて、インターコンチネンタルカップを戦った。レアルマドリード有利の全評判を覆し、ボカは22年ぶりの世界王者に輝いた。そして、アルゼンチンに帰国後、ボカは2 0 0 01シーズン前期にも優勝した。これにより2000年シーズン、ボカは、国内リーグ、コパリベルタトーレス。 インターコンチネンタルカップに優勝して三冠を達成した。この年は国際舞台でその強さを証明することに成功した。翌2001年にボカは再びコパリベルタドーレス決勝へ勝ち進み、クルス・アスルと対戦して第一戦アウェーで1から0と勝利したが、第二戦のホームゲームで0から1と敗北して、昨シーズンの決勝同様またしてもペナルティーキック戦となった。ボカは この PK 戦に勝利して、クルス・アスルを倒して、コパリベルタドーレスに連覇を達成した。そして2001年11月27日、東京で、ボカは、欧州王者バイエルン・ミュンヘンと、世界一の座をかけて、インターコンチネンタルカップ戦った。この試合、バイエルに優勢で試合は進み、前後半終了して0から0で、延長戦となった。そして延長後半2分、ボカは、 サミュエルをフォーに得点奪われてバイエルンに敗北した。これにより母カの世界に連覇の夢はついえた。そしてこの試合後、チームは帰国して2001から02シーズン前期の戦いを再開して2位の成績で終了した。このシーズン後、ビアンチ監督は敗北の責任を取り退任した。ビアンチ監督はわずか3年半の在任期間で3度の 国内リーグ優勝と2度の南米王者、そして1度の世界王者を果たした。この黄金時代のチームには、パレルモ、バロスケロット、リケルメ、セルナ、ベルムーデス、コルドバの他にセバスティアン・バタグリア、ウーゴ・イバーラ、ロランド・スキアビ、ニコラス・ブルディッソ、マルセロ・デルガドなどがいた。また、2001から02シーズン前期は、カルロス・テベスがプロデビューを果たした。 2001から02シーズン後期から、ボカの監督に、オスカル・タバレスが復帰した。しかし、国内リーグ優勝を逃し、2002年、コパリベル・タドーレスでも準々決勝で、オリンピア・スンシオンに敗北した。その後、ボカは2002の03シーズン前期でも優勝を逃した。この結果、タバレス監督は、無関の責任を取り退任した。2002から03シーズン後期、再び、 カルロス・ビアンチが監督に就任した。ボカは2003年コパリベルタドーレスで決勝まで勝ち進み、サントス FC を下して優勝を果たした。ボカは5度目の南米王者を達成した。この大会ではカルロス・テベスの活躍が光った。そして2003年12月14日、横浜でボカは欧州王者 AC ミランと世界一の座をかけて、 インターコンチネンタルカップを戦った。この試合も、全評判では、AC ミラン有利と予想されていた。しかし、ボカは互角に戦い延長戦でも決着がつかず、ペナルティーキック戦となった。ボカは、この PK 戦に勝ち、AC ミランを破り優勝を果たした。ボカは3度目の世界王者に輝いた。そして、アルゼンチン帰国後、2003から04シーズン前期を、戦い、 優勝した。これにより2003年シーズン、ボカはコパリベルタドーレス、インターコンチネンタルカップ、国内リーグを優勝して、再び三冠を達成した。ビアンチ監督は、復帰1年目で、ボカを再び世界チャンピオンに導き、さらに三冠達成まで成し遂げた。このチームには、テベス、バロスケロット、デルガド、ブルディッソ、スキアビの他にディエゴ・カーニャ、ラウル・カッシーニ、 ルイス・ペレア、クレメンテ・ロドリゲス、ロベルト・ア・ボンダンシェリ、ペドロ・イアル・レイなどがいた。翌2004年シーズン、ボカはコパ・リベルタ・トーレスで再び決勝まで勝ち進み、コロンビアのオンセ・カルダスと対戦した。ボカは第一戦、エースのカルロス・テベスを出場停止で書き、ホームで0から0で引き分けてしまった。そして第二戦のアウェーゲームも1から1で引き分けた。そして、 大会規定により、ペナルティーキック戦が行われた結果、オンセカルダスに敗北した。国内でもボカは2003-04シーズン後期は2位となり、優勝を逃した。この2つの敗北の責任を取り、ビアンチ監督は辞任した。この後、ミゲル・ブリンディ氏が監督に就任した。しかし、成績不振により2004から05シーズン前期、途中に辞任した。その後、 ホルヘ・ホセ・ベニテスが監督に就任した。ボカは、ベニテス監督のもと、2004年コパスダメリカーナで、決勝まで勝ち進みクルブ・ボリバルを倒して優勝した。このチームには、パレルモ、バロスケロット、テベス、アンドレス・グリエル・ミン・ピエトロ、カーニャ、スキアビ、アボンダ・シエリなどがいた。この大会後、テベスは、ボカを退団した。テベスは、リケルメ退団の穴を埋めて、 ボカ在籍中に2003年、2004年と2年連続で南米年間最優秀選手賞を受賞した。2005から06シーズン前期にアルフィオ・バシーレが監督に就任した。そしてボカはフェデリコ・インスはロドリゴ・パラシオ、ダニエル・ディアス、ダニエル・ビロスなどを獲得して大補強を行った。バシーレはパレルモとパラシオにトップに起用し、 司令塔を因数ニに担わせ、そして下部組織出身のボランチフェルナンド・ガゴを先発起用した。この夫人がうまくいき、ボカは2005の06シーズン前期に優勝を果たした。そして前年同様、ボカー・コパス・ダメリカーナでも決勝へ勝ち進み、クルブ・ニベルシダ・ナシオナルを下してこの大会に連覇を達成した。ボカは2005のロ6シーズン後期にも優勝したので、 国内で2期連続優勝を達成した。そして、ボカは2006年リコパスダメリカーナで、サンパウロ f c も下して優勝した。バシーレは、就任1年間で即座に4つのタイトルを獲得した。バシーレ監督はこの業績によりアルゼンチン、代表監督のオファーを受けて、代表監督に就任した。2006から07シーズン前期、リカルドラ・ボルペが監督に就任した。 このシーズンは最終節を終了して、ボカはエステゥディアンテスデラプラタと同化地点で1位であった。このため、両チームによるプレーオフが行われた。この試合にボカは1-2で敗れて優勝を逃し、ラボルペ監督は退任した。2006から07シーズン後期にミゲル・アンヘルルッソが監督に就任した。そしてフアンロマンリケルメが欧州からボカに復帰した。 ボカは2007年のコパリベルタドーレスで決勝まで勝ち進み、決勝戦ではクレミオフ・ブッパを下して6度目の南米王者に輝いた。このチームには、リケルメの他にパレルもパラシオ、エベルバネが、クレメンテロドリーゲス、ダニエル・ディアス、アボンダンシエリなどがいた。そして、ボカは2007年のフィーファ・クラブワールドカップに出場したが、リケルメは、 ビジャレアル c f との契約上の問題から、ボカの選手としてこの大会に参加することができなかった。チームの司令塔を欠いた影響は大きく、ボカは決勝で AC ミランに2-4と惨敗をした。2008年1月、カルロスイスチアが監督に就任した。ボカは2008年のコパリベルタドーレスは準決勝まで進んだが、フルミネンセーフ C に敗北した。ボカは、 国内リーグも2位に終わり、優勝を逃した。しかし、2008年8月に行われたレコパ、スダメリカーナで、ボカはアルセナル FC を下して優勝した。その後、ボカは2008の09シーズン前期を3チーム参加のプレーオフ戦を経て優勝した。このチームには、リケルメ、バタグリア、リバーラの他にルーカスビアトリ、ガブリエル・パレッタ、ヘッス・ダトロなどがいた。 しかし、2008から09シーズン後期からボカは、ひどい低迷を始めて、この後、4期続けて順位が10位以下という大不振に、陥った。しかし、この低迷期に、マルティン・パレルモが2008の09シーズンの後期の、ー・エ鋭・ウラカム戦で得点を上げて、ボカジュニアーズで、通算195得点となり、フランシスコ・バラージョが持つ、 クラブ最多得点の記録を破る偉業が達成された。2000年代、ボカは通算10個の国際タイトルを獲得して、国際舞台で大きな成功を収めた。2009年から2011年まで成績不振が続いた。2011から12シーズン前期、フリオセサル・ファルシオーニが監督に就任した。そして、レアンドロ・サモサも入団した。 ファルシオーニ監督は守備力の高いチームを作ることに成功した。その結果、ボカは無敗優勝を達成した。このシーズン、ボカは19試合でわずか6失点という好成績を残した。これによりボカはアルゼンチンリーグが全校規制になって以降の最小失点記録を樹立した。強さを取り戻したボカは2012年に、 コパリベルタドーレスに出場して決勝まで勝ち進んだ。しかし、決勝でコリンチャンスに敗北した。この2011から2012シーズンにかけてのチームには、リケルメ、ソモサ、スキアビ、クレメンテロドリゲスの他に、パブロモーチェ、サンティアゴシルバなどがいた。その後、2012年8月8日、ボカー・コパ・アルフェンティーナ2011から12で、 決勝戦で、ラシンクルブと対戦して2から1で勝利し、優勝を果たした。2012から13シーズン後期に、カルロス・ビアンチが3度目のボカ監督に就任をした。サポーターは、ビアンチの監督就任を喜び、再び、ボカジュニアーズが、南米王者や世界王者を達成できるのではと期待を、膨らませた。しかし、ボカは2013年のコパリベルタドーレスは、 準々決勝で敗退し、国内リーグでも優勝することができなかった。この結果、ビアンチの3度目の監督時代は、失敗に終わった。そして2014年7月にリケルメは、アルヘンチノスジュニアーズに移籍して、1ヶ月後、ビアンチも監督を辞任して、ボカを去った。ビアンチ辞任後、ロドルフォ・アルアバレーナが新監督となった。2015年シーズン、 シーズン途中からカルロス・テベスがボカに復帰した。この補強が成功してボカはこの年に優勝した。また、ボカはコッパ・アルフェンティーナでも決勝で CA ロサリオ・セントラルをニカラレーで下して優勝を果たした。これによりボカは2015年シーズン国内2冠を達成した。このチームにはテベスの他にジョナタン・カレリ、ニコラス・ロデロ、ダニエル・ディアスなどがいた。 最初のユニフォームカラーはピンク色であるがすぐにピンク色を捨てて細い黒色と白色の縦縞に変更された。1906年、ボカは白黒のユニフォームを着て試合に敗れたためラ・ボカチクの港に最初にやってきた船舶の旗の色に変更すると決めた。ドロットニング・ソフィアというスウェーデン国籍の貨物船がコッペンハーゲンからやってきたため スウェーデン国旗の黄色と青色がクラブカラーとなった。変更後初のユニフォームは黄色の帯が斜めに入っていたが、後に横縞に変更された。他ジュニアーズ博物館に展示されているユニフォーム1900年代、初頭に着用されたクラブ初のユニフォーム1995から使用しているロゴエンブレムは時代ごとに細かな変更を経ており、現在のモデルは6代目である。 1955年、クラブ創設50周年を記念して、月桂樹の葉が加えられ、エンブレムの色がユニフォームからに揃えられた。1970年、クラブが獲得した数々の国内タイトルを意味する星が上部に数々の国際タイトルを意味する星が底部に付け加えられた。母家が国内タイトルを獲得するたびに星の数が増え、 現在では52個の星がエンブレムにつけられている。3階のサイドスタンドから見たらボンボネーラ現在の場所であるブランド戦に落ち着くまでに、ボカはいくつかの場所で試合を行っていた。クラブ最初のグラウンドはラ・ダルセナスルにあったが、リーグが定めたスタジアムの最低条件を満たしていなかったため、1907年に立ちのいた。1九百八年から九百十二年の間は、 イスラデ・マルチ地区にある3つのグラウンドを使用した。1914年から1915年は、ラボカ地区を離れた最初で最後の期間であり、ブエノスアイレス州、アベジャネーダ・パルティードのウィールデで試合を行ったが、比較的残念なシーズンを送り、1915年の観客数がかんばしくなかったため、ブエノスアイレス市内のラボカ地区に戻った。 ミニストロブリン通りとセンゲル通りの交差部分に新しいスタジアムを建築し、1916年5月25日のオープンから1924年までこのスタジアムを使用した。1924年、ブランド線通りデルクルセイロ通りアルティストブーロ通りが交わり、近くを鉄道路線が走る現在の地点に移転した。1931年に200万200ペソ 支払って土地を購入すると、カミーロ・シチエロ会長時代の1938年にコンクリート作りによる現在のスタジアムの建設が始まり、ホセール・デルピーニが建築監督を務めた。このスタジアムが1940年に完成するまでは、カバリート地区にあるフェロカリル・オエステのホームスタジアムでホームゲームを行った。1940年5月25日、 CA3、ロレンソであるマグロとの親善試合で、新スタジアムがお披露目され、スタジアム初得点を決めたリカルドア・ラルコンの活躍などで2-0と勝利。スタジアムの設計者は、ユーゴスラビア人のビクトリをする湿地であるが、彼がもらったチョコレート箱の形が設計中のスタジアムに似ていたことから、ラ・ボンボレーラという愛称が付けられた。1941年には、 ゴール裏の2階席が完成。1940年代から1950年代にかけて活躍したナタリオ・ペスシアに敬意を表し、このスタンドは彼の名前で呼ばれている。1951年から1953年には3階部分が増設され、人工的な照明システムが導入された。カーサ・アマリーリャのプラットフォームに対面するスタンドは、 ほとんど未開発のまま残っていたが、1996年にスタジアム全体の大改修工事が行われ、バルコニー席や VIP ボックスに改良されている。ボックス席のうちの2つは元監督のカルロス・ビラルドと元キャプテンのディエゴ・マラドーラが購入している。スタジアムの3面は従来通りの傾斜したスタンドであるが、 もう一つの面は垂直に喫立した壁のようになっており、いくつかのボックス席が配置されて、スタジアムの特色となっている。スタジアムに初めて正式な名称が与えられたのは1986年4月20日で、あり、現在のスタジアム建設に携わったカミーロ・シチェーロ、元会長の名前を取って、エスタディオ・カミーロ・シチェーロとして知られた。 1960年代から1970年代にかけて会長を務めたアルベルト J アルマンドの13回帰にあたる2000年12月27日、スタジアムの名称がエスタディオアルベルト J アルマンドに変更された。芸術家のペレッセリストロムーロ・マッシオは、スタジアム壁名への絵画制作を依頼され、彼らの作品は今日でもボックス席の外側部分に残っている。 クラブ創立100周年の際には、クラブの歴史に残る100人の選手や監督たちの足型がブランド線通りの歩道に刻まれた。ラ・ボンボネーラは4万9000人を収容する。その人気の高さからチケットを得るのは容易ではなく、特に CA リーベルプレートとのスーペルクラシコは、チケット入手が困難である。スタジアムには、さらなる改築計画があり、 過度な混雑を緩和するための拡張や設備の改善などが計画されている。ラボンボネーラ・ニジンドル・バーラ・ブラーバ・ボカは伝統的に労働者階級のクラブとみなされており、中流階級のクラブとされる CA リーベルプレートとは対照的である。クラブ自身はアルゼンチンの人口の半分より一人多くがボカのサポーターだと主張しているが、2006年の調査では、 アルゼンチンの人口の40%がボカのサポーターであり、アルゼンチン最多のサポーターを持つクラブである。1975年、ボカのサポーターとしてよく知られたマリー・エッシャー・デュフォーの生活を追ったドキュメンタリー映画、ラ・ファウリートが公開された。2008年4月30日、ボカがコパ・リベルタ・ドーレスでクルゼー・ロイーシーと対戦したのと同じ日に、 マリーは74歳で死去した。彼女の死を痛み、ボカの選手とサポーターは1分間の黙祷を捧げた。20世紀初頭、ラ・ボカ地区に多く住んでいた、イタリアのジェノバからの移民たちがクラブを設立したため、ボカのサポーターは、ロス・セネーセスと呼ばれる。ライバルクラブの多くのサポーターは、ボカサポーターのことを、ロス・ボス・テロスと下げ住んでいる。現在は、ラ・ボンボネーラが立っている場所に、 かつてレンガ工場があり、レンガの材料として馬の糞が使用されていたことに由来する。そもそもは、ライバルサポーターが、ボカサポーターを侮辱するために作り出したニックネームで、あるが、ボカサポーターは、今やニックネームに誇りを感じている。クラブから、お反映して、ボカのユニフォームは、ラスールヨーロと呼ばれている。日々のすべてを、クラブのサポートに捧げる人々は、ラヌメロドセ。 または、ラドセと呼ばれる。ボカサポーターを有名にした、この名称の由来は1925年のヨーロッパツアーまで遡る。このツアーには、ビクトリアーのカフファレーナという裕福なボカサポーターが同行し、また彼はツアーの資金を供出した。ツアーの最中にも、あらゆる点で選手をサポートし、選手と強い信頼関係を築いて、12番目の選手と呼ばれるようになった。 チームがアルゼンチンに帰国しても、カファレーナは選手のような存在として知られた。今日、このニックネームはラドセと呼ばれるサポーターグループを故障するときにまず第一に使用される。ボカのライバルはボカサポーターに対してボリビアーノスやパラグアヨスという部別的なニックネームを使用し、このような差別的なチャントが歌われることで多くの試合が中断されている。 ベーニャスと呼ばれるファンクラブはアルゼンチンの各都市に存在し、またロシア、ウクライナ、スペイン、イスラエル、日本に存在する。日本で開催されたインターコンチネンタルカップで多くの成功を収めていることから、特に日本では母家の人気が高い。南米中にファンを抱えているが、南米出身者が多数在住するアメリカにも多くのファンがおり、 2007年7月にはプレシーズンツアーでアメリカを訪れた。その際に、クラブはボカジュニアーズ USA 設立を検討しているとし、メジャーリーグサッカーに参戦するために、ニューヨーク、マイアミ、ロサンゼルス、アリゾナ州を本拠地の候補に挙げた。ボカは長い間 CA、リーベルプレートとライバル関係にあり、両者の対戦はスーペルクラシコと呼ばれる。 両クラブは共に貧困層が多い川岸のラボカ地区に期限を持つが1923年リーベルは富裕層が多い市北部のヌニエス地区に移転した。スーペルクラシコは世界で最も激しく最も重要なダービーの一つであるとされている。イギリスのオブザーバー紙は死ぬまでに見るべき50のスポーツイベントの第一位にスーペルクラシコを選出した。 サポーターの情熱は特筆すべきであり、両クラブのサポーターが陣取るスタンドには花火、色とりどりの紙吹雪、クラブキ、紙ロールが登場する。両サポーターは有名なロックバンドの楽曲をベースに、下ちゃんとを歌い、ちゃんとに合わせて、サポーターが一斉に飛び跳ねることで、スタジアム全体が振動する。試合はしばしば暴動に発展し、両クラブのサポーター同士やサポーターと警官が、 衝突することがある。引き分け以外に終わった試合の後には、ブエノスアイレスの通りは敗者をからかう、多数のポスターで埋め尽くされる。これは、ボカの勝利が続いた1990年代以降に広まり、今では、ブエノスアイレスにおける文化に一つとなっている。プリメーラディビシオンでは200試合近くのダービーが行われ、その他の試合も含めると300試合以上が行われている。 プリメーラの試合に限定しても、その他の試合も含めても、ダービーの成績では、ボカがやや優勢である。激しいライバル意識にもかかわらず、ホセマヌエル・モレーの、ウーゴ・オーランド・ガッティ、アルベルト・タランティーニ、オスカル・ル・ジェリ、フリオ・オラルティ・コエチャ、カルロス・タピア、ガブリエル・バティストゥータ、クラウリ・オカニーヒアなどが、両クラブ間を移籍している。そして、CA インデペンディエンテ、ラシン・クルブ、 c a さん、ロレンソであるマグロのビッグ5同士の対戦も、クラシコと呼ばれ、関心を集めている。アンドラガ31ハラ29マガジャン6、イスキールド24マス3ピーペレス8バリオス16、ナンデス15サラテ19バボン7テベス十二。2 0 2 0年1月7日、現在母家で最も成功を収めた監督を二人挙げるならば、フアンカルロスロレンソとカルロスビアンチである。 トトという愛称で呼ばれたロレンソは5個、ビアンチは9個のタイトルを獲得している。トトは1976年にメトロポリターノとナショナルで優勝し、1977年と1978年にコパリベルタドーレスで優勝し、1977年にインターコンチネンタルカップで優勝した。ビアンチは1998年と2000年と2003年に、 アペルトゥーラで優勝し、1999年にクラウスーラで優勝し、2000年と2001年と2003年にコパリベルタドーレスで優勝し、2000年と2003年にインターコンチネンタルカップで優勝した。2006年9月15日、アルゼンチン代表監督に就任したアルフィを罰入れ、監督の後任としてリカルド・ラボルペ監督が就任したが、ラボルペ監督は、 アペルトゥーラ2006で、バシーレ監督時代の成功を引き継ぐことができなかった。ラボルペ監督の後任には、ミゲル・アンヘル・ルッソ監督が就任し、クラウスウラ2007では、CA3、ロレンソであるマグロに次ぐ2位であったが、コパ・リベルタドーレスでは、クレミオフ・ブッパオコから0で下して6度目の優勝を果たした。サン・ロレンソに去った、ルッソ監督の後任には、 カルロスイスチア監督が就任した。現監督のフリオセサル・ファルシオには、アペルトゥーラ2011で、無敗優勝を果たした。J リーグの北海道コンサドーレ札幌、FC 東京、横浜 F マリノス、バンフォーレ甲府、アビスパ福岡、などの応援歌は、ボカジュニアーズの応援歌を借用している。ありがとうございます。